ただいまより第8回ファディーカップバリスタチャンピオンシップを開催いたします。本日は地元九州より若手バリスタ5名の選手に競技をしていただきます。さあ、どなたが第8回バリスタチャンピオンシップ、グランプリになられるか非常に楽しみです。今回8回目ということで、過去6回ですね、このバリスタチャンピオンシップのルールにのっとって、競技を。以上、5名の選手によるタイトルをかけた戦いがこれから繰り広げられます。どうぞ皆様、今一度大きな拍手と声援をお願いいたします。レースで皆様に一番体感してほしいことは、明るい酸味と1g のダージリンティーが加わるだけで、お待たせいたしました。お待たせいたしました。お待たせいたしました。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。始めます。こんにちは。アイムコーヒースタンドの田中です。本日私が皆様にご紹介楽しんでいただくためにカップの形状、この間口の広いカップを使用しお作りしていきます。豆を作りたいんだ。なので今回はブルーベリーを使用し、バリスタチャンピオンシップ表彰式を行います。第8回ファディーカップバリスタチャンピオンシップ第2位準グランプリは北井恵美バリスタです。北井バリスタ、おめでとうございます。どうぞそちらの方におかけください。それでは、大会委員長より表彰状とトロフィーの授与をお願いいたします。第8回ファディーカップバリスタチャンピオンシップ第1位グランプリは
田口大輔バリスタです。田口バリスタおめでとうございます。どうぞステージの方へお越しください。